どん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 、たくあんボーイ。どうも皆さん、こんにちは、たくあんボーイだよ。今日はですね、なんと、バン、白飯に合う駄菓子選手権、よいしょー。ということで、本日はですね、なんと、駄菓子を500円以内で買ってきましたので、この駄菓子が、どれが一番白飯に合うのか、ね、自分なりに決めていきたいと思います。まずですね、駄菓子の紹介をしていきたいと思います。まあ僕のね、一番好きな駄菓子は、ガブリチューっていう、ガブリチューってハイチューみたいなね、やつなんですけど、あれは絶対白飯に合わないなと思ったんで、まあ今回買ってこなかったんですけど、まあでもね、まあ見慣れた商品から、あ、こんなのもあったんだっていうものからね、ありましたので、紹介していきたいと思います。まず一つ目。須田子さん太郎。わさびのり太郎。焼肉さん太郎。かば焼きさん太郎。太郎4兄弟買ってきました。そして、カツオよっちゃん。梅ジャム。せんべい。ビスコ。酸っぱいレモンにご用心。グレープわたがし。タラタラしてんじゃねえよ。ポテトフライ、フライドチキン味。ボボン。バンバンオーバンするべ味。おやつカルパス。よいしょ。モロッコヨーグルト。プレミアムカレーカツ。そして美味しさビッグサイズ、サイズもビッグサイズ、ビッグカツ。はい、ということでですね、まあこれだけ買ってきましたので、まあ500円分なのでね、小学生の方でもね、お小遣いの中で買える量だと思いますのでね、まあそれぞれね、試していきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。いただきます。おう、まずはじめに、まあ、かば焼きさん太郎、まあこっからいきます。これもね、一袋10円っていうね、やつさ。そしてこの味ですね、もう期待できますよ。もうかば焼きだと思いますよ、これ。はい、ではいただきます。これ前うまい、うまい。ビビ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 ビ入りました。はい、次焼肉さん太郎いきます。もううまいのばっか、うまいのだけ先に、うまそうなやつだけ先にちょっと食べてますけど、あ、うまい。あ、ほちょっとピリ辛でね、ご飯が進みますね、これだと。本当にうまい。はい、次わさびのり太郎いきます。あ、めっちゃスンとしますわ。うわ、うん、でもうまい。須田子さん太郎、これだけちょっとね、不安はあるんですけど、でも美味しいのかな。太郎さんシリーズは美味しいと思う。わあ、わあ、まあこれは僕が酢が普通に苦手だからかもしれないですけど、なんかあまり合わないです。じゃあ次カトヨちゃんいきましょう。こんなん絶対合いますよ。これもこんななんか酸っぱかったっす。え？合わない。うん。あ、こっち行きますわ。バンバン大判スルメ版。ちゃんとした多分スルメなんで。こっちだったらね、もっとイカの味して合うと思うんで。はい。行きまーす。あ、普通にスルメです。スルメです。スルメとご飯です。うん、合わないわけではないですけど、まあ、別々で食べたい、これは。うん、圧倒的にご飯が先になくなってスルメが残ります、これは。
なんで別々で食べましょう皆さん、うん、これいこうか。おやつカルパス。カルパスもな、これ別で食べた方がいいと思うけどな。あ、うまい、うまい、うん、うまいです。うまいね。ご飯いい、ご飯いいよこれは。まあ一応食べますけど合うのかっていう。ちょっと油が多いんで白飯欲しくなるかもしれないですね。うん、はい、じゃあ次いきます。じゃあちょっとこれいきますか。モロッコヨーグルト。なんかこういうスプーンがね、お店に備えてあったんですよ。この横に置いてあって、ご自由にお取りくださいっていう感じで、可愛いこんな小さいスプーンがついてるんですよ。でこれ多分食べてくださいっていう。うん？サワークリームみたいな味ですね。ちょっとご飯にのっけてみます。合わない。これは気持ち悪い。よくないですこれは。ヨーグルトとご飯なんか合わないですよ。普通にスイーツともうご飯一緒に食べてるみたいなんで、これはよくないです。ダメです、ヨーグルトはダメです。はい、では次いきます。ビスコいきます。きっとね、その元の味っていうのがあるからね。まああれです、ビスコ白飯いきます。食べにくいですけど、まあでもこのモロッコヨーグルトよりは合います。なんかビスケットがまだこのクリームを隠してくれてるんで、まあでも合うのかどうかって言ったら合わないですけど、このモロッコヨーグルトの後に食べたら合う、うん、美味しそうなやついきます。カレーカツいきます。もうこんなのカレーカツじゃないですか絶対。じゃあこれのっけて食べます。ほらもうカレーカツ丼ですやん。あ、もうこれものっけちゃうわ。もう合うの分かってるもん。このビッグカツ、これものっけちゃいます。一緒に。あ、ほらもう見てくださいこれ、ビッグカツとカレーカツで、ほらもうカツカレー丼です。いただきます。うまい、めっちゃ合います。これ流行るかな。うまいですねこれは。めちゃめちゃうまい。ご飯に合わせて全然食えますこれは。あとこのカツカレーの方はカレーソースがかかってるんで余計ご飯進めますね。うん、はい、いきます。次が梅ジャムせんべいいきます。もうこれね、梅ジャムってね多分ね合うと思うんですよ。梅って普通にご飯にやっぱ合うじゃないですか。ジャムでちょっと甘くなってるんかもしれないですけど、全然合うと思います。でも梅ジャムせんべいなんで、せんべいの上にジャム塗ってご飯乗せて食べたいと思います。ちょうどモロッコヨーグルトのこれで伸ばすといいかもしれないですね。桜の匂いがしますねなんかなんだこれ。あでも味はめっちゃ梅ですね。このままで食べたい。できました、梅ジャムせんべいご飯です。いただきます。お、合う、やべよこれ、合います。え、びっくりした、合いますわ。うん、なんかなんだろう、そうそう、セブンイレブンのティシュー梅とかのおにぎりの味します。でもこのジャム意外と甘くなくて、梅の味をそのまま使ってる感じするんで、めっちゃ酸っぱくてご飯にも合いますね。正直ご飯に合わないだろうなと思ってこれ選んだんですけど、ギャップ萌えですわこれ。上位入りますねこれは。だいぶ続いてポテトフライいきます。いただきます。はい、続いてこれタラタラしてんじゃねえぞ、いきます。これはね結構ピリ辛なんでいけると思うんですよ。いただきます。タラタラしてんじゃねえよ。続いてこれいきましょう、酸っぱいレモンにご用心。もうこれは ガムなんで合うわけないんですよ。この中で1個酸っぱいんですよね。どれか1個が酸っぱいんで、見事それを当ててご飯と一緒に食べます。なんか罰ゲームじゃないですけどね。はい、じゃあ食べます。じゃあこれ酸っぱい、酸っぱい、マジで分かった。もうご飯と合わない。
これはあのガムはやっぱご飯と一緒に食べないようにしてください。じゃあ次ボンボンいきまーす。ボンボン食べます。うまい。ご飯食べたくないです、うん、これはこのまま食べます。はい、これはうまいんですよ。このままで食べますか一応。うん、合わない。めちゃめちゃ口の中がわけわかんなくなってますわ。いろんな駄菓子と白米で。じゃあ最後グレープワタ菓子いきます。白米の上に乗っけたら溶けるんじゃないかなと思って買ってみたんですけど、ちょっと白米冷めちゃったんで溶けないです。すごいなんか美味しそうじゃないですかこれ。わたあめと白米のコラボレーション合うのかどうかは分かりませんけどね。食べます。どうやって食べんだよこれ。甘い甘い。ご飯が取れない。あ、待って、おはぎだ。びっくりした。合わないと思ったらめっちゃ甘いからご飯が全部甘くなっておはぎになりました。来ましたね最後わたあめ。はい、ということで以上白飯に合う駄菓子選手権でした。いやすごいですね。なんかもういろんなもっともっと駄菓子って種類あるので、まあ、他にもねもしかしたら合う駄菓子があったりめちゃめちゃに合わない駄菓子があったりするかもしれないんですけど、まあ、今日ね今回僕が500円以内に買ってきた駄菓子で試してみて、まあ、白米にね合うものは合わないものありました。もちろんねこれが全てじゃないのでナンバーワンを決めるにはねまだまだチャレンジが必要なんですけど、まあ、今回の中での、僕なりのベスト3を選んできましたのでぜひこちらご覧ください。まず第3位、ババン、梅しゃむせんべい。意外ですよね。これはね本当にジャムが思った以上に甘くなくて梅の感じがめちゃめちゃすごいのでなんかせんべいともマッチしてすごく美味しかったです。続いて第2位、ブラン、カツカレー。これはですね普通に合います。やっぱカレーの風味とこのカツの感じご飯にマッチしないわけがないんです。美味しかったです。そして栄えある第1位はかば焼きさん太郎。これはダントツで美味しかったです。もうねまずいっていうかねなんかそういうものはなかったです。もうおかずとして普通に食べれました。これは人気もあると思うんでこのかば焼きさん太郎はぜひ皆さんおかずにして食べてみてもいいんじゃないの。はい、本日もご視聴ありがとうございます。少しでも面白いなと思っていただけたらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。シェイシェイついでに恋ダンス、どうもありがとうございました。